よいしょ、大丈夫か。よいしょ。はい、どうも皆さん、こんばんは、マークでございます。本日、3月22日、19時39分でございます。いやー、残業だった。まあ、ほんの1時間半ぐらいかな、残業だった。音を持ってきていた。それあれなんだ、明日ハンバーグリニューアルなんだね。忘れてた。それ忘れて普通にホットモットしてた。まあいいやな。今日はホットモットで買ってるのでね、もうそろそろ終わってしまう。麻婆茄子弁当とホイコーロンおかず丼を買ってまいりました。ご飯おめでとうございます。それでは開けてみたいと思います。おー。美味しそうだね、美味しそうだ、美味しそうだ、美味しそうだ、ほんと。これもうどっちのもね、あともう少しで終わっちゃうのよ。ちょっとね、食べとこうと思って。両方とも美味しいから。これでは終わるんだけど、まだカニクリームコロッケとかね、なんか続くらしいよ。明日がハンバーグリニューアルでしょ。どんどんいろいろあるね。それでは、お疲れ様です。おいしい。喉渇いてたからよかった。それではとりあえずホイコーロ食べよう。ホイコーロがこのハイボールになって最高なんだ。ああ肉たっぷり、ほんと肉たっぷり。ホイコーロいただきます。うん、抜群にうまい。これはまあね、ホイコーロのハイボールなんて最高ですよ。じゃあナスはね、この麻婆豆腐の中にバン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 ぶっこんじゃう。これは美味しい。これは美味しい、ほんとこれ、ね、常に置いといてほしいな。うん、ほんまおいしい。うん、この濃い味付けのご飯にすごく、うん、それ野球、日本勝ったんだね。優勝だってね、日本ね。さすが、日本強い。よかったね。あー、麻婆茄子おいしい。
これが麻婆茄子なんだか、もう麻婆な豆腐なんだか、もう分かんなく、もう分かんなくてもいいんだよ、これ。なんでもいいんだ。美味しければ、それでいい。これ美味しい。今日も疲れたね、なんかね、ほんとな。疲れない日はないよ、ほんと。日本買った以外にはなんか大したニュースもなかったね、今日も。ほっともっとが美味しい、いつもの平日だね。こんなもんでございますよ。働いて疲れて帰ってもっともっと食って、これをきっと80歳ぐらいまでやるんだろうな。もっとのホイコーロー本当美味しいわ。うん、美味しかった。死ぬ直前まで働いて、死ぬ直前までほっともっと食って、まあそれでいいや。ああ疲れた、疲れたけど、もう少し強だからね。あともう大きいんだもん。ごちそうさまでした。皆様だ。お会いしましょう。さよなら。